29打数、15安打、打率 0.517、5本塁打、17打点、こいつ。3000億の価値はある。二遊間と外野も守れます。大谷のおかげやね。大谷効果の片鱗に過ぎない。しかもショートです。守備めちゃくちゃうまいです。ショートは別にうまくねえよ。大谷もせめて守備つければな、DH だと擁護しようがない。正直二刀流大谷でも太刀打ちできない、二遊間に外野まで守れるんだから。日本マスコミ大谷が2番だからベッツと勝負せざるを得なくなったから、大谷のおかげ。大谷が10本ホームラン打つ間に60本打ちそう。大谷効果だぞ、ベッツすごい、大谷すごい。むちゃくちゃだよ、大谷トラウトレンドンぐらい打ってる。ショートの守備は勉強中です。一応外野ではゴールデングラブ6回取ってはいます。まだ開幕して数試合なのにこの数字は化け物やろ。ショート慣れてないってだけでうまいよ。こんなフィジカルお化け、日本人じゃどうやっても無理、大谷が例外なだけとも言えないしな。レッドソックス時代からずっとスーパースターなのがすごい。100本300打点いけるやん。大谷が同行より一番もったいなくね。下位打線弱いし、ベッツも昔ほど走らない。レンドン渡しても1死球だぞ。なんとか大谷が打ったってことにならないか？正直絶好調の時に怪我とか気をつけてほしい。大谷1000億移籍、結婚、オープン戦好調で人生絶頂期にこれだから。